ニキタ・ディミトリエヴィチ・マガロフは、スイスやフランスを拠点に活躍した世界的ピアニスト。ショッパンやリストの専門家であり、教師としても数々の春祭を世に送り出している。出身地とロシア語風の使命により、一般にロシア人と認知されているが、マガロフ家はロシア化したグルジア貴族の家系であり、元来はマガラシビリという姓であった。ニキータ・マガロフとも表記。 サンクトペテルブルクで、フルジアロシア系貴族の家に生まれる。1918年に家族とロシアを離れ、最初にフィンランドに移民し、後にパリへ移った。そのパリで、イシドール・フィリップについて学ぶ。巧妙なバイオリニストのヨーゼフ・シュゲティの伴奏者を、勤めたことが縁でその娘婿となり、ジュネーブ湖畔に住まいを構えた。1949年に、イユーィヌーリパッティが病に倒れると、 その公認教授として1960年までジュネーブ音楽院に勤め、マリア・ティーポやライオネル・ロング、マルタ・アリゲリッチらを育成した。また、彼の友人には、モーリス・ラベルやセルゲイ・プロコフィエフがいる。ソリストとしては、戦後になって有名になった大器晩成型の演奏家であり、とりわけ、ショパンのピアノ曲全集の録音で名高い。 これは優秀なステレオ録音の効果も、相まってビヨンと優雅さを叩たえた,たマガロフの叙情的な演奏様式を何よりも実証するものとなっている。またこの企画は最初のショパンの全曲録音の試みとしても歴史的意義を持つものであった。ショパン作品の持つ情感の深さを救い取っていないという批判も出されたものの、干渉性や過剰な演出を排した端正な表現や、 作品のテクスチュアを明晰に炙り出した点にマガロフの個性やギフ、刺激からの影響力が認められる。またショパン弾きとしてのマガロフはフォンタナ版より自筆項に従って演奏することを好んでいた。このような演奏様式のため、ショパンの他にモーツァルトやベートーベン、メンデルスゾーン、シューマン、フォーレ、ラベル、ストラビンスキーと相性が良く、 中でも、ストラビンスキーの感覚器とピアノのための、カプリッチョエルネスト・アン・セルメ式スイスロマンド還元楽団を、世界で初めて録音した。マガルフの洗練された、演奏様式は、ーシドールフィリップの訓導によって育まれた、優雅で折り目正しい趣味の良さが、特徴的である。しかしながら、フィリップの世代の主張的な解釈は退りけており、 とりわけ、パデレフスキの演奏様式については、ショパンを堕落させているとして批判的であった。一方で、自らの演奏様式については、評論家で作家のピエトロ・ラッタリーノに向けて、古臭い演奏様式のピアニストだと、辞表している。晩年になるにつれて、マガルフの演奏様式に変化が見られ、表現に情熱と生命力がみなぎるようになり、 また野心的なプログラムによる演奏や録音に取り組むようになった。それでも生涯を通じて、高潔な表現と自然な情感、ゆっくりとしたテンポ設定、作品と作曲者に奉仕しようとする姿勢といった特徴は保たれており、自分の演奏について叩くのではなく音をすくい上げると特徴づけた発言も有名である。マガルフがジャチンとシェルシの作品の世界初演者である。 ことは、あまり知られていない。ありがとうございます。